すぐ仕事か。あーやだな。今日一うまい。もう頑張れる。いただきます。今日は月金労働者の誰もが嫌うであろう月曜の朝。最近新しい仕事になってわからないことだらけで毎日いっぱいいっぱいの新人。美味しいものを食べて元気とやる気出そうといつもより10分早起きした。マヨネーズとケチャップをつけてウインナーをいただく。うまっ。焼きたてのウインナーはパリポリで本当に美味しいけど、お弁当のウインナーはあんまり好きじゃないんだよね。そして世界で一番大好きな卵を贅沢に2つ目玉焼きにした。目玉焼きには断然醤油だけど、みんなは何をかけて食べますか？だな。本当に美味しい。だってもう見て、もう幸せすぎてもうにやけちゃってるもんね。コーヒー9対牛乳1の牛1コーヒー。パンに蜂蜜をつけていただく。実はさっきコーヒーぶちまけて蜂蜜コーヒーになっちゃったんだけど、まあ気にしない。とピーナッツクリーム、100円のやつ、紙のあれ美味しいやつ。見せつけウインナー。あーもうすぐ仕事か。あーやだなってなってる。いつも私は会社にチョコを持っていく。会社に着いたらチョコ食べれるよってご褒美に。それがあるから会社に行こうと足が動いてくれる。頑張る理由なんて何でもいい。小さくても楽しいことや嬉しいこと見つけて頑張ろう。見せつけ蜂蜜コーヒー。天才がいいことを思いついたらしい。やばい、君が溢れ出した。一滴もこぼすわけにはいかない。小町と君の戦いだ。今日一うまい。もう頑張れる。これだけで頑張れてしまう単純な人間でよかった。辛い時は美味しいものを食べよう。今日から5日間ダッシュで駆け抜けて金曜日に会いに行くんだ。ごちそうさまでした。それでは皆さん今日も一日頑張りましょう。いってらっしゃい。行ってきます。